これより会議を開きます。この際ご報告いたします。今会期中本委員会に付託となりました請願は1件であります。請願の取り扱いにつきましては理事会において協議いたしましたが、委員会での歳費の決定は保留することとなりましたのでご了承願います。なお今会期中本委員会に参考のため送付されました陳情書および意見書はお手元に配布いたしましておりますとおり、火山噴火および大規模地震災害に関する陳情書ほか5件、令和4年8月大雨災害に関する支援等を求める意見書ほか15件であります。次に閉会中審査に関する件についてほかにいたします。災害対策に関する件につきまして議員長に対し閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次に閉会中審査案件が2つとなりました場合の所見につきましてほかにいたします。まず閉会中委員派遣を行う必要が生じました場合には議長に対し委員派遣承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣機関、派遣地、その他所要の手続きにつきましては委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次に閉会中審査におきまして委員会に参考人出席を求め意見を聴取する必要が生じました場合にはその出席を求めることとし、日時人選等につきましては委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。本日はこれにて散会いたします。